ですね、あんまり考えないで、とにかく自分のペースでとにかく戦う。別にこれといってあれですけど、もうとにかくここまで来たらもうやるしかないというか、もう自分の練習してきたことをとにかく全部出そうという感じです。相手の選手うまいんで、自分の距離で戦えればいい試合ができると思うんですけど、かなり厳しい試合になると思います。相手は組んでくると思うので、それをいかに突き放して自分の距離で戦えるかが鍵を握ると思います。蹴りから下、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 
蹴らっちゃダメ。
3区に王座番組メンタープライズより一緒の世界トロフィーが贈られます。